株式会社梅屋は神奈川県平塚駅北口にあるテナントビルを運営する会社である。かつては梅屋百貨店として日本百貨店協会に加盟し湘南を代表する百貨店だった。商品供給グループとしては西部百貨店が主催する日本百貨店経営協議会や三越ジョイントバイング,グループにも所属していた。現在は 直営売り場を完全に廃止して、テナントだけのビルになっているため、百貨店協会及びどの百貨店グループにも属していない。1907年、小間物、化粧品を扱う小売り店として創業。1951年、株式会社、梅屋を設立。1945年7月16から17日、平塚市は、 軍需工場があったため空襲を化粧土と化した。1960年代、平塚市は、戦災復興土地区画整理事業を実施。軍需工場後には、日産車体、横浜ゴム、小賀電工などの工場が進出し、湘南工業地域と呼ばれるようになった。駅北口は、工場上下町の商店街としてにぎわった。 1963年、梅屋百貨店本館新築完成。後にテナントビル、悠々館を増築。本館と悠々館は6階、3階と地下で連絡された。当時、湘南エリアには、これを上回る規模の百貨店は存在しなかったため、梅屋は、平塚を発祥とする十字や長崎屋等と共に、東は三浦から、西は熱海まで、 の広大な証券から集客をすることが可能だった。しかし、1960年代後半から1970年代に入ると、茅ヶ崎市、藤沢市、厚木市など、隣接地域に大型店が続々進出したため証券は、次第に小さくなっていった。そして、市内にも、ラスカ、忠実屋等が進出。小さなパイの奪い合いとなり、 既存店の売り上げは減少していった。そして1999年4月21日、OSC オリンピック、湘南シティが2倍、近い広大な面積のショッピングセンターを、駅の南側に建設され、専門店街、飲食店街、映画館、銀行等が入居した。この影響で人の流れが変わり、とどめを刺すことになった。その結果、2008年9月30日に、 長崎屋、そして2012年9月末には大英も閉店。そんな中、梅屋は最後まで残った百貨店として営業を続けてきたが、2005年に施行された耐震回収促進法により老朽化ビルの耐震が義務付けられ、梅屋は回収が必須と診断された。浜田純一社長は百貨店としての役目は終えた。百貨店としては、 全国でも小規模で、この規模の営業は、私たちが、国内最後だった等と語り、百貨店としての梅屋の閉店を決断した。2011年8月31日に本館を、閉店し改修工事着工。2012年9月25日、全館を、テナントビル、悠々梅屋とリニューアルして、再スタートした。これに伴い従来の本館は、悠々本館。 悠々館は悠々駅前館と故障が変更された。ビルのコンセプトは、デイリーな需要に対応する生活密着館。毎日使いたいリーズナブルプライスとし、自動車を保有していない高齢者が買い物難民にならないように配慮している。本館と駅前館は6階と3階の他と、地下2階で連絡している。ありがとうございます。